英国のストームシャドウミサイルがロシア占領下のウクライナ南部の戦略橋に命中。ウクライナ軍参謀本部のオレクシー・フロモフ作戦部長によると、重要な軍事的進展として、ストームシャドウ巡航ミサイルがロシア占領下のケルソン州にある戦略的なチョンハル橋を攻撃した。この攻撃は、ウクライナ南部を占領しているロシア軍に大きな打撃を与え、同地域における補給線を寸断するものである。フロモフ氏は、 最大250キロの距離からロシアの重要な目標を破壊する上で極めて重要な役割を果たした空対地ミサイルストームシャドウの卓越した能力を強調した彼はこのミサイルの有効性はチョンハル近郊のシュ側に架か,かる橋に与えた被害で明らかであり敵の弾薬やその他の重要な資源の供給を著しく妨げていると強調したストームシャドウミサイルが武器庫に入ったことでウクライナは現在 ロシアの軍事兵器、弾薬、装備を収容する保管場所だけでなく、コントロールポイントも一貫して標的にして攻撃する能力を持つようになった。この開発により、ロシア占領軍に対するウクライナの防衛能力は大幅に強化された。チョンハル峡への攻撃は6月22日未明に行われた。ロシア占領軍はこの攻撃を認め、 チョンハル近郊のケルソン州とクリミアの行政境界線上にある橋が受けた損害を報告した。この攻撃に対して、国防省情報総局のアンドリー・ユーソフ代表は、これは始まりに過ぎないと簡潔に宣言し、さらなる行動が続くことを示唆した。クレムリンはこの件に関して沈黙を守っており、橋への攻撃に関するコメントを出すことを拒否している。ロシアの独裁者ウラジーミル・プーチンのスポークスマンである。 ドミトリーペスコフはロシア国防省への問い合わせを指示し状況は憶測と不確実性に覆われたままであるウクライナがストームシャドウミサイルの配備に成功したことは現在進行中の紛争における重大な進展でありロシアとウクライナの緊張の激化をさらに強調するものであるこのチョンハル共への攻撃の反響は間違いなくこの地域の力学に影響を与え 両国間のさらなる軍事的交戦につながるかもしれない。ウクライナ軍が勝利、ロシア軍に大きな損害、ジュニパー側作戦でウクライナ軍は驚くべき作戦を実行し、ロシア軍に壊滅的な敗北をもたらした。ロシア艦船の破壊はロシア軍に深刻な打撃を与え、ウクライナ兵と戦闘する能力を制限した。その結果、ウクライナ軍はこの地域を掌握し、 ロシアとの戦いにおける優位性を示したこの作戦におけるウクライナ軍の成功は武器・車両・弾薬などの物理的な構成要素と情報活動という2つの重要な分野における進歩に起因している。これらの改善によりウクライナ軍は速やかに初期の成果を達成することができた。信頼できる情報に基づいてニッパー側近くのロシア軍司令部を標的にすることが決定され。 予想外の結果につながったロシア軍はウクライナ軍の拠点の一つを攻撃することに成功したもののリニプル川沿いのウクライナ軍の戦略的配置に不意をつかれた一方ウクライナ軍はロシア艦の動きを把握し高火力ミサイルを使った正確な攻撃を開始したこの予期せぬ十字砲火はロシア船に壊滅的な打撃を与えロシア兵は沈没する船を放棄せざるを得なくなった ウクライナ軍の成功に決定的な役割を果たしたのは無人航空機の使用を含む技術的優位性であった西側諸国の支援によりウクライナ軍は兵器を強化しロシア軍の時代遅れのソ連時代の兵器を凌ができるようになった特に UAV は空爆を成功させウクライナ兵のリスクを最小限に抑えロシア軍を圧倒するのに役立っている時代遅れの兵器を装備したロシア軍兵士たちは 軍の戦略に対する不満と幻滅を募らせている多くの兵士が任務の無益さと危険性を認識し軍を去っているこうした懸念があるにもかかわらずロシアのプーチン大統領はこうした問題への取り組みにほとんどイニシアチブを示さないため兵士たちの不満はさらに高まっているアナリストたちはプーチンの誤った政策がロシア軍の没落につながる可能性があると推測しているあーだ 大体対,対ロシア軍バフムート北部での衝突バフムート市は特にその南部と東部で激しい紛争の焦点となっているこの地域ではウクライナ軍が優勢を維持しているようだ同市の北部と南部での戦闘はウクライナ軍が戦術的軍事的に優位に立っていることから領土をめぐる争いに発展しているウクライナ軍はブラヒフカ方面で確保した拠点の確保に努めている バフムート北部地域の重要なウクライナ軍部隊であるアーデル大隊は、ロシア軍がベルケフカ近郊でウクライナ軍を撃退する行動に出たと報告している。しかし、ロシア軍に関する情報は限られている。ウクライナ軍はバフムートの北に前進しており、クリチェチフカやコルドフカなどの地区で前進し、重要な場所を確保し、干渉地帯を確立する準備をしている。分離主義者ラインの南側の地域では、 ロシア軍がエステル・マヨルスキー方面への攻勢を開始したと伝えられているしかしウクライナ軍はこの攻撃を撃退しウクライナ軍がマカリフカの南に前進したことを示している約3キロの前進を示唆する報道もあるがウクライナ国防省からの公式発表が待たれるパレイシア前線では激しさは劣るものの紛争が続いているウクライナ軍の攻撃作戦は継続中で 最近の戦闘はグアダール周辺で行われている。ブハルダール南西の地域では、特に装甲車による激しい戦闘が報告されている。ウクライナの機構部隊と砲兵部隊はロシアの戦車部隊に大きな損害を与え、攻撃を撃退した。ウクライナ軍は MO4 道路に沿って緩やかに移動しており、戦闘はマリンカに向かって激化している。双方は大砲の支援を受けており、 ロシアの装甲部隊と輸送拠点がウクライナの砲撃の主な標的となっているウクライナ軍は最終的にクラスナハリフカの占領を目指し移動ルートにおける不評の通過を阻止する努力を続けているロシアの軍事的不足とウクライナの戦略的優位性を評価するロシアの軍事的欠陥にはいくつかの要因があるまずプーチン大統領の野心的な目標がロシア軍の能力を上回ってしまったようだ さらに、ロシア軍の最前線の弱点は、イーゴリ・ゲルキン元司令官によって浮き彫りにされている。ゲルキンは、敵が戦力を大幅に強化したため、ロシア軍は脆弱になったと主張している。ゲルキンはまた、モスクワの指導部は楽観論だけに頼り、批判的思考を変えていると批判し、ウクライナ軍はすぐに攻撃を開始する可能性が高いと述べている。一方、 ウクライナはこの紛争で戦略的優位性を発揮している。ウクライナ軍はロシアの攻勢を阻止し、予備戦略を練り、戦闘態勢を維持することに成功している。ウクライナ軍の攻撃やドローンによる作戦の動画は、ロシアの侵略者を出し抜き、対抗するウクライナ軍の有効性を示している。この地域で活動するパルチザンは混乱も引き起こしており、ロシアの防空システムと国境警備の信頼性に疑問を投げかけている。 ドローンは紛争における重要な資産として浮上している。ウクライナはドローンを偵察、防衛、標的破壊に活用している。これらの無人戦闘機は貴重な情報を提供し、ロシアの進撃に対抗するウクライナ軍を支援している。ウクライナの無人機がロシアの装甲車を破壊している証拠映像は、ロシアの無人機能力の限界を浮き彫りにしており、ウクライナをこの紛争における支配的勢力として位置づけている。 ユリアミキテンコ上級中尉はウクライナ軍の数多くの女性指揮官の一人でその献身と勇気で注目を集めている批判にさらされながらも彼女は指揮官として優秀な成績を収め続けウクライナの防衛活動に貢献している紛争中に夫と父親を亡くしたミキテンコの個人的な体験は彼女の献身に痛切な一面を加えているウクライナ軍で戦闘任務に就く女性が増えていることは 軍のリーダーシップにおける多様性と男女の統合の利点について疑問を投げかけている。